このまま手で先に指導行って引いてしまう,はいはい、はい、うで,でここから止めてた分を一気にいくつい持っていくっていうので。 宮本信也公式 YouTube 解体新賞今回のゲストはピール学園後輩の福留浩介さんですよろしくお願いします今日はまあこの YouTube っちょっと技術やるんで、はい、なかなか、えー、福留さん YouTube 出ないというすいませんもう僕の無理くりで出てもらうんですけど <laughs> <laughs> いいいいよろしくお願いします、えー、まあ名球会も入ってて率も残せてホームランも出たバッターなんで、はい それの極意というかね、そういうのをちょっと <laughs>、えーまあ、何を大事にしてきて、えーまあ、例えば後あ,あとからまあ練習方法とかも聞いたりとかすると思うんですけど、早速なんですけども、はい、まず康介が一番大事にしてたっていうのは、バッティングの中で何ですか でその中で、まあ、メカニック的に大事なところも多分おそらくあると思うんですけど、はい、そのタイミングの中でどういう自分の目安というか、まあ、ピッチャーによってもちろん違うと思うんですけど、はい、なので僕はそのピッチャーによって僕どちらかというとタイミングを手と足両方を準備しておくっていう。なるほど、はいえー、ということは足手動とか手手動じゃなくて。はい 連動させていくという。連動もそうですし、どっちかがずれても必ずどっちかでカバーできるように。ほお。それまあちょっとあのうつ格好してどうできます？いや、僕はこうやってずっと足と手のこっち側の肘のここでずっとこうやってタイミングをとってて。なるほど。これでこういってるときにクイックでもし投げられた刺されたっていうときは手が動いてるんでこのまま手で先に指導いって引いてしまう。で。 逆に足があって上手いことあったときには全体的全体で引いていく。いいくなるほど。あの動くタイミングとかはあんまり考えてなかったですか？いや、動くタイミングは基本的にはもうピッチャーが足が上がって一番トップまで来る前には自分でもある程度こっち側に準備を準備を始めてます。なるほど、はい、いつでも動けますよい。いつでも動けますっていう状態になってなるほどね。まあいろいろねタイミングの取り方っていうのがあると思うんですけど、はい、まあコースキはどちらかというとゆっくり。 ですよね。パンパンって打つんじゃなくていや僕はもう早くっていうのが結局アメリカ行ってもやっぱできなくてなかなか<ー>なんでゆっくり打つ瞬間だけ速くという,うはいだんだん早くみたいなだんだん速くですねもう,もうねでゆっくりタイミング取るっていうねこれいろいろタイプあるじゃない、はい、ね そのポンっていく人もいれば、まあ、コスケ介んかこういうイメージがあるから、はいね、メカニック的な部分でいうとどこで意識しましまたどちらかというと少しちょっと前目に,前目にちょっと気持ちこっち側にかけといて、うん、であの止まることがやっぱり自分の中ですごく正から銅には行きたくなかったのでやっぱりどっか必ず少し動いて銅から銅に。 くくってていう動きのことはすごく意識して構えてましたで構えの場合は結構リラックスというかそうです僕あんまりもうここで力を入れてしまうと手が動かない人、うん、ガチッと構えるんじゃなく自然体、はい、まあまあ揺れてる感じだもんね構えがね、はい、でそこから、まあ、あの動き出すわけだけども、まあ、まあそのさっき言ったタイミングで言うと手の準備も足の準備もして両方します<で>はいでトップなんかで意識してるところはありますトップは僕は僕最初の時に 肘を張るる人人と折僕肘を張るとこれがどこまででも後ろに入ってしまうタイプだったんでなので僕は途中から肘はずっとこう中に入れて中に入れてこうやって持ってる人でしたなんでこれ以上もう後ろに下がらない自分が体を入れない限りは下がらない手だけはでまあトップから ちに行く時って、割そうですねやっぱり僕は大事にしてたような<は>まあ俺はよくあの見ててね僕は必ずこの左膝。軸足の膝ね、はい、軸足の膝だけは絶対に打ちに行った時についていかないようにしてました割れるっていうことねそこで残すっていうことこっち側に一瞬でいいので<あ>膝を向けるんだ向けるぐらいのイメージを持ってました<ー>意識を。 じゃあ前足が行くときにそのまま普通にしてるとついていっちゃうからこういう動きね、はい、こうやって行く時にちょっとこういう動きね,ねちょっとこういう<ー>でこっからのでこっから止めてた分を一気に持っていくっていうので<ー>僕はそっちのスピードを意識してました。 足と手と手っていいいう人が多いじゃない、はい、自分の手を深く持っていくかとか足をそんなに生かせないようにっていうよりかは軸足の膝だはいなので僕は手をやっぱりどうしても持っていくことするとこう型が入ってくる肩を入れてしまうっていうのがあんまり好きじゃなかったのでなるべく膝ね膝をこういう割り方をするっていう、はい、なるほど、はい、結構これ多分できてる人は多いと思うんですけど、はいい、e、バッターははい でもそこを意識する人って結構少なくないですかそうそうあんまりこう割れっていうと大体みんなこう,うそうそうそういうイメージ作りますよね、はい、イメージそれが一般的だと思うんですけど、うん、も僕もこういうイメージいくとやっぱもうこの時点で入っちゃうんでこうんはできないのでそれであれば僕はもう膝を意識してでよくみんなここにしわができるようにこうやって。 と、僕は左バッターでどうしても一塁に走らなきゃいけないとここに乗せなさいって言うとこうやって乗せるちょっとお尻にかかって僕自身も悪くなった時はそうなるんですけどこういう乗せ方をするのも余計こう入っていっちゃう入っていっちゃうんでで浩介は右だけ左打ちじゃないですかどっちで打ってる感覚が強かったですかやっぱ右手です僕はもう右手です右手はい右手でとりあえずこっちの右手でどこまで引っ張ってこれるかはい で左手っていうのはあんまり意識しなかたですか左手で意識するのも肘だけです肘が絶対に自分の体にここにくっつかないよね前に出してくるそれもあって僕こういう形にしたねこうするとここに入ってくるっいああなるほどなるほど、はい、やっぱりそこって結構生命線だよねそうねそが前に体が入ってくるやっぱある程度いろんないいバッターとかを見ててもこのバットがここにくつくはいない人はいないんでいないはい なるほどね。ね。やっぱり右手の方が強いです左手を意識して練習したことはありますやっぱりどうしても外のボールって、うん、アウトコースをどうしてもこう抑え込まなきゃいけない時っていうのがあるんで、うん、それの時にやっぱりこう、ある程度左手をこう使えるようにはっていうのもあったので少しだけボールを持ってままあまあ、その練習をしました。<ー> あのやっぱり長打を打つバッターって絶対後ろ手っていうじゃないですかでも右だけ左打ちの人だけ結構特殊だと思うんですよね、はい、でそういう中で、まあ他のバッターに聞いても、まあ、た例えば高橋由伸とかって言うとすごい左の練習をしたんですよねはい、はい、で,でも感覚的にボール飛ばすにはとかってなってくると後ろ手になるっていうのは康介もやっぱり一緒あの理解しますやっぱここ最後にどこまでこっちの手で押し込んだりとか。 やっぱここで引っ張っていくだけではなかなか難しいので最後当たった瞬間に押し込んであげるっていうのはやっぱ左手使うなっていうのはでもやっぱどうしても右右右ですね,ですねやっぱり足とかはどうなのこっち自軸足は意識するけど、はい、その使いやすさってやっぱり右足になる使いやすさ右ですね僕もやっぱり右です、ね、その時はどういうこう意識みたいな 僕はあのこっち側に残った時打ちに行く時に昔は多分僕こうだったんでしう、ねうん、こうでするねこうやって足を上げてこうやってやてたの、ねはい、それをやっぱりあまりドンとつ,つかないようにう、ね、なので上げたらどこでも自分で思った瞬間にこうやって足をこうつけるように<ー>こっちはっ、はい、ちょっと意識して、うん、そうすると少し柔らかくその下半身ってまあ結構大事なところで。はい バッティングでね、まあ、まあ上ももちろん大事なんだけどやっぱりまあここの軸足の膝ととその中でこう探れる探れる僕はもう本当にずっとこうなのでまあそれからちょっと悪いですけどボールをこういくつか置いておいてこのボールを自分で意識して踏まないようにこう<ー>こういろんなところに探ってついてみたりっていう<ー>でその中でちょっとティーをしたりとか<ー>そういう練習はちょっとしました。なるほどね でも次で言うとそのバットの軌道みたいなのは自分のイメージの中でどういう、はい、もう僕は極端ですはいどっちかというともう打つもうボールを打つってなったらやっぱこういう軌道なんですけど、はい、もう僕の中での練習の軌道っていうのはずーっとバットがこのままこうやって抜けていく、えー、素振りも結構上から振るよね、はい、結構こういう感じで振るよ、ね、僕はもう基本的にはこうですそうやって振りますよね で、まあ、バットの重さがあって,落ちて多少落ちてくるっていうか、はい、まあレベルに入っていきたいっ,っていうことねずっとやっぱり振ってる間にここにずっと重さを感じておきたいっていう,うなのでずっとこういうイメージなんでね結構、まあ、僕らは上からとかっていうのを教わっててこれがあんまり強いとやっぱこ、はい、後ろの方がこうやって出てきますよね。はいはい それを抑えるように肘が入っていく肘が入ってこっちの前の手でずーっと引っ張っていきながらこのっていうイメージで僕はさあずーっと打ってましたね。インパクトの時っていうのは、はい、なまあこの辺まあ長くまあ今のイメージでいうとそういうの。 多分表現しづらいんだけど、はい、どの辺からスイング軌道が始まる感じ実際に僕は体のここから半分から前です前ですね、はい、多分右投げ左打ちだよね多分ねあそうですかね、うん、う俺らはもうこっちの感覚が強いから右右やからそうですこの辺から始まる感じやけど僕はもうこっから自分の真ん中から半分前ですね,ねこっから初めてここにバットが出てきて出てきてでこっから ここぐらいまではしっかりと押し込んでやるっていうイメージです。あ,あとは普通に出していく中で、最後まで出していく中で体重移動だけはなるほど。はい。それはどんな感じでした1分の中で体重移動。体重移動まあ,、まあ、まあ基本的にこっちに乗ってこっちに打ちに行ったから体重移動っていうのをはあまり勧めない。うん、僕の中で。 足がついてこのか上がってるかかとが降りる瞬間にこっちの足をポンと出すこれでも体重移動が終わりっていう、はい、じゃああんまりそのまあよく64だ73だ55だとかって言うけど、はい、それで当てはめたら55ぐらいもう55本当に僕ずっと、ね、マシーンを打ったりとかまあ、うん、そういう時もこっちをタイミングでもこっちを上げといて下ろすタイミングで手を。 下ろすタイミングで、これで体重移動終わりっていう。<ー>こっち側に上げてれば、かかと上げてれば、こっち側に乗ってるんで。逆に、下ろしたら、こっち側に体重は移動するんで。その時に回転していく。っみんな、それはすごいちょっと意識してましたね。なるほど。ボールの角度をつけるとかっていうのは意識してた。は、まあ、意識はしました。しました。はい。それはどういう、まあ、これは感覚で全然いいんだけど。はい、僕はもう。 基本的に上から叩けば叩くほど上に上がると思ってたので<ー>、はい、なので低いボールほどみんなこうやって拾おうとする、うんうん、僕は低いボールをここにそのまま叩きつけるぐらいのイメージでもう完全に最下点をここに持っていくみたいな、はい、ここ一番下まで叩きつけたらこれが上に上がってくれるっていうなるほどそれぐらいのイメージだ、はい、ちょっとこれあるから。 まあ低めなんかでまあまあこれぐらいかストライクゾーンそう、はい、そうするともうこれをこのままここにここに叩きつけるぐらいで,でこれで上げていく、はい、おおなるほどもう今の理論とは逆だよねもう真逆です真逆だよね、はい、だから僕は今の理論全く分かんないですああそうなのね、はい、じゃあ練習の時なんかも T でいうとちょっと下に潜らせて上に上げるとかっていう練習もしたはい僕はもうどちらかというと T を上げてもらってそれを 擦って本当にあここにあげるっていうなるほどね、はい、すごいそれはすごいと思う俺らの感覚でこうやって打ってたらもう絶対出てくるから後ろの方ああ<ー>だから本当にボール来たらこすっちゃうみたいな <laughs> ゃ<ん>僕ほ本当にもうティーをやってるとこのままこうやって、えー、こうやっといて上にピュンってあげるからあげるもう前にファーっていうのをやる練習はしてましたそう、えー、でも、えー 山さんたちみたいにこう普通にこうしてて、こう、あっと思ってかの、ね、ポンとこっち側で打てるバッターは僕羨ましかったです。多分それ右右左左の人やと思うんですよね。多分。やっぱ右の人が向こうに走れる分、逆にこうやってあっと思っても、ポンとこうやって打って走れるじゃないですか。うん、お左で一回やってみたんですけど。す,ね、<laughs> すごい。<laughs> で左バッターでね、まあ多分、まあコースケなんかも足早かったけど、まあコースケの場合は長打が出たんで、 あれですけど、あのよく走り打ちする選手いるじゃない。はいはい、あれはあんまやっぱり良くないよね。僕はあの進めないです、ね。そうですね。はい、アマチュアの指導者とか、足速いと。すぐあっち打って走れみたいな話になるとはい、はい、もうみんなこうやって打ち出すから。からからどっちかと,いうと僕が左バッターだったら、逆に右バッターがこっちに向かって走ると。うん、どうしても反対方向に打とうとした時に、右バッターを、うん、しっかりと体重乗るじゃないですか。うんうんうん 左バッターって反対方向に打ととしたらどうしてもこういうイメージで打つんでる<ー>だから僕サードで走れっていうことをたまに言いますああなるほどね、はい、左バッターでもこうやってレフトに打ってこうやって走っていくる、うん、そうすると必ず体重が前に乗るんで向こうにも強い打球を打てる、うん、でそこから走ってもいいよっていうぐらいの感覚ですよね、はい、試合での心構えじゃないけど、はい、その実際に 例えば素振りではいいスイングできます、ティーでもいいです、はい、フリーバッティングもってな,なった時に、ゲームっていうのは、どういう感じで打席入ってましたいや、もう僕、逆にフリーバッティングがいいと、すごい不安でした。それはなぜいや、あのフリーバッティングの時にやっぱりよくて、ある程度、まんまン振ってると、どうしてもこう、ゲームに入った時に自分が振りすぎてしまうあ、油断じゃないけど、はい、俺はいいんだみたいな。うんなんで 逆にそういう時はもう僕は逆に自分で打席に入る時に目いっぱい体に力入れといて入る前にと目いっぱい体に力入れといてから打席に入ってあとはそのまま普通にすっと構えるようにしすそこで余分な力をちょっと逃がすじゃないですけどそういうことを意識したりとかっいうふうにして僕はやってました。 宮本真也の解体新書チャンネル登録よろしくお願いします宮本真也公式 YouTube 解体新書チャンネル登録よろしくお願いしますコメントもよろしくお願いします野球などの質問がありましたら概要欄の方にお寄せくださいよろしくお願いします